Take it out.
セラフィム、お前と付き合いだしてからどんどんおかしくなっちまった。白い羽の奴隷たちを解放するとか、みんなが平等であるべきだとか、アマツさえ付き合っても何の価値もない、奴隷のお前のことを親友などと言い出すなんて、友情なんて単なる感情の貸し借りじゃないか。みんな自分に利益があるから付き合ってるだけさ。そんなものに一体何の意味があるって言うんだ。僕とセラフィムさんとの関係はそんなんじゃない。じゃあ友情って何なんだ、はっきりと言ってみろよ。なんだよ、今さらそんなことをして今度は俺に気に入られようっていうのか。違う、ただ勝手に体が動いたんだ。そんな芝居をしたって無駄だぜ。俺はセラフィムみたいに騙されたりはしないからな。それは違うぞ、グザファン。ケルビムの親父、ルピルピ、無事じゃったか。ええ、なんとか。グザファン、お前は小さい時から何も変わってはおらんな。お前の憎悪の裏に隠れているもの、それはマルコとセラフィムとの友情に対する妬みであろう。そう、お前はあの時もそうだった。お前はあの日教会に封印されていた大邪神の鎧を盗み出し、それをマルコの部屋へと運び込んだ。ご近世であった大邪神の鎧を利用して、お前はマルコを異端審問官の審議にかけようとしたのだ。それはお前が邪魔だったマルコを謀殺しようと考えていたからに違いあるまい。だがお前には思いもよらなかったんだろう。マルコの冤罪をかばい、あのセラフィムが、自らの死をもってその罪を償おうとするなどとは。あの二人の友情はあくまでも自己犠牲の上に成り立っている。だからこそ私も彼らに力を貸すことを決心したのだ。第一、マルコがしているその行為のどこにマルコ自身の利益があるというのだ。くっ、俺はそんな詭弁で騙されたりはしないぜ。第一、白い羽の奴隷が黒い羽の俺を助けるのは至極当然のことだからな。おいマルコ、このまま奴を行かせちまっていいのか。所詮黒き羽のものを改心させようというのが土台無理なのじゃ。ですが彼もあそこまで自分を犠牲にした以上、彼もまたセラフィムさんの親友なのではないでしょうか。おい、じいさん、黒い羽を持った連中の中にも親友って言葉を使うにふさわしい邪悪な連中がいるってことは、
俺たち自身も結構知ってるつもりだぜ。お前たち。あ、このじいちゃん赤くなってる。あ、そうじゃ、ルピルピ。お主、体の方は？ヨハネ様、ルピルピさんはもう。ええ、この通り、もう何ともありませんわ。よし、この地下組織とやらもなくなっちまったことだし、そろそろ鎧の女王を追って旅を続けるとするか。僕もその旅についていってはいけませんか。よくぞ言ったぞ、マルコよ。いや、マルコ様、私はここで再び組織を作り直さねばなりません。ご一緒させていただくことはできかねますが、救世主様、救世主様、私の息子を何卒よろしくお願いします。なかなか強引な親父だが、まあいっか。白き羽の僕を、僕を息子と呼んでくれるだなんて。できれば私も連れて行ってほしいんですけど。私はここの地下組織の兵士ですから、少しはお役に立てると思います。どうする、救世主様。ありがとうございます。組織の仲間も私一人になっちゃって、あのじいちゃんと二人っきりでお留守番するのは正直嫌だったんです。